朱繕は、中国語圏末期から三国時代の武将。呉に仕えた。字は義風。幼州単位用軍古兼の人。朱治の姉の子で養子。朱伊の父。三国士呉氏に、伝てがある。関有の表した、接戦性母名によれば、祖父は、五官の大尉であった、背のべとされる。朱治の姉の子であり、元来の姓は、 摂氏13歳の頃、孫作の中立ちで、当時このなかった、主を治の養子師となる。孫作は、丹陽軍の役所に命じて、羊の肉と酒を備え主膳を召し出させ、暮れに到着後は厚く礼遇した。かつて、孫権と机を並べて、書物を学び、恩愛を結んだ。孫健が、孫作の後を継ぐと、十九歳で、会計軍のあまり、 呂県霊となった。後に、三院県令に昇進し、殺傷行為を加えられ、五つの県を管轄下に置いた。孫権は修繕を高く評価し、わざわざ、太陽軍を分割して、臨戦軍を設置すると、修繕を臨戦大使に昇進させ、兵士二千人を預かる身分とした。その頃、山越えの不服住民の反乱が起きるが、修繕はこれを一ヶ月で閉店した。 217年、曹操が、ュスへ侵攻してくると、修繕は大宇と三キトンの防備にあたり、功績により、変将軍の位を与えられた。戦いの後、朱安氏の下に置かれることを、女性と共に不満に思ったこともあるが、尊権が朱安氏の功績を強調したため納得している。 219年の関羽討伐戦では呂蒙に従い、藩将と共に、別動隊の指揮を取り臨訴に赴き、関羽を生け取りにするという対抗を立てている。呂蒙が既得となった、修繕を後継に推薦した。孫権は修繕に仮り節を与え、高両の守備につかせた。222年。 食感を起こした劉備が義とに攻め寄せてくるとリクソンと共に防衛に当たり別動隊を指揮して劉備軍の先方を破りその退路を遮断し劉備を敗走させたこの功績により進む北将軍永安公になった女性藩将創建らは永安に逃げ延びた劉備の追撃や食攻略を求めたが主前は義の総避の動向が不審だとしてリクソン 落頭らと共に慎重論を唱え、孫権もこれに同意した。孫比の三方面進行では、公領の防衛にあたり、十万余の義軍と対決する。後方で孫権は、全体指揮を取り、諸葛金、洋明等に命じて主前を救援することになる。孫比はあてに侵入し、自ら新政軍を指揮し宋旧、宋信、宋人らに加勢させた。 長の大軍により呉の援軍の孫森が破れ、高領中須を義軍に占拠された。宗神は大軍を率いて牛渚田室を破ると、加工直は三万人を率いて、諸葛金を破り、義軍に、高領城を包囲させた。宗秘は、毎日、宗神、加工直らに絶え間なく、援軍を送り、向岸義に渡る。主前は援軍を知らず、外部との連絡が絶えてしまった。 一方、藩将、陽明らは包囲網に突入できず、高領上は数十に包囲され、孤立無縁となり、さらに流行病によって、旧地の兵は激減し、わう者を多く、戦える兵は五千ほどであった。宗神らは、土山を築き、地下道を掘り、矢倉を建てると、城壁のすぐそばから矢を、雨のように追かけた。しかし主前は、 友然として恐れる色も見せず、軍利や兵士たちを励まし、敵の感激を伺い、城を出て、義軍の包囲網に突き込み、相次いで義軍の二つの陣地を打ち破り、城に帰って、守備を固めた。包囲は半年に及び、主前の守る綱領は、破れず、食料が底をついたため、クレ軍からは内通者も出たが、主前は内通者の存在を突き止め死刑にした。 また、主前との高領での戦いで義軍からは戦死者も、あまたとなり、義の総比、総信過去なお、各、秦、東明、蝶、助攻、万長、文平らは主前を攻め破れず、高領を陥落させることができず撤退した。義の軍勢が退却であることを見た呉れ軍は、水陸に方面から出て攻撃した。義軍は、呉れ軍の追撃や万長により撤退に苦しん。 全軍が遭難したとある。この攻防戦で主前の名は敵国にも鳴り響くことになり、東洋港に改め封された。226年、孫権は、宗妃の死に乗じて、江夏を攻めたが、文兵は動揺せず、江夏軍の石王城を建守した。孫英が、援軍に、巡を派遣して、孫権の後方を隠乱したこともあり、孫権は十四日で包囲を解き、 伝軍を藩盛に任せて撤退する。夜間に撤退の途中で混乱が生じ、文兵はこれを見逃さず、伝軍部隊を追撃し散々に打ち破った。主前は、すぐさま取って返すと敵を食い止め、自軍の撤退が成功したのを見届けてから、自身も悠々と退却した。孫官は、江夏軍の高木を落としたが、文兵は主前に阻まれ、 大戦果を上げることはできなかった。229年、総英の三方面進行では、高領の上流で、早急に待ち伏せ攻撃の手はずを整えた。赤堤での勝利に、間接的ながらも貢献し、社起将軍、右森軍、演習墓に任命された。後に、諸との取り決めで、演習が、諸の管轄になり、演習墓は解任された。234年、 孫権は自ら義の合皮新士郎に進行し、主禅は前相と共に左右の正しに任命され、不悦を与えられたが、病気が流行したため出生計画が中止された。その後、孫権は両一を起用し老春を治める。孫権は後に両一を処刑し軍臣たちに謝罪したが、主禅、不、諸葛金、露大らは、自分は武漢なので国政のことはわからない。 リクソンやハンフカ氏に聞いてくださいと取り合わなかった。229年更新である周囲のこの集ダネは、孫権に徴用されていたものの、その後数年間民行を繰り返し流刑に処せられて、いたが、239年頃より、ふ、と、諸葛金は、集ダネの斜面を嘆願する状況を孫権にたびたび、送った。この時に主然が、 前僧と共同様の上僧をしたという。孫権は軍心たちの熱意にほだされ衆ダを謝面することに決めたが、衆ダがすでに病死した。241年4月、孫権は大規模な義領への進行を勧告し、主しかもその作戦の一環として義の繁盛を包囲し、二世武将である両四所や主意に命じて、 繁盛の外郭を壊滅した。主前の方位は1ヶ月以上に及び、義軍は苦戦にさいなまれ、1ヶ月以上を経っても解除ことができない。5月に皇太子である孫党が死去するという大事件が起こっており、6月に芝居が到着する前に戦果を上げた。主前は繁盛から無事に撤退した。また芝居は主前を誘い出そうと挑発を行いましたが、 これは修禅に看破されたため失敗に終わった。242年、修禅は左中へ進行した。軍を各地に分散させていたところを、義のカバの中と個室に襲撃されたが、修禅は旗本800人だけでこれを退けた。243年頃より勃発した、呉の後継者問題において修禅の動静は、明らかではないが、主伊佐夫が、孫はを支持していたという記録がある。 244年、ふ、と、連営で上訴し、職の寝返りに備えるよう尊権に注意した。246年、主前は上表して、前年に起きた義からの投稿者、バシゲルによる、尊権暗殺未遂事件の報復として、再び、左中に侵攻し、義討伐戦に出る。主前が左中に侵入したとき、義住民が、 孫賢の領内に逃げ込んでしまった。曹操は左中に出撃して主禅を迎え撃ち、義軍は大被害を被った。左中で主禅は曹操を大いに破り、万四人以上を切り、大きな戦果を上げている。曹操は抵抗を諦め、左中を捨てて、撤退を始めた。主禅はそのまま追撃を続けたが、不評と騎兵を六千引いた。 義の利強に大路を断たれたが野衆をかけて打ち破り、数千余人と五百の敵兵の首を切り続け、三代の鈴見者を得し、千人ほどを捕虜にした。孫賢は主前が一万一に失敗した時のために、上層の内容を周囲に伏せていたが、主前が勝利したのを聞いて、大いに喜び、功績により左大芝、遊軍詞とした。 諸葛徹や、不協といった二世武将が、前線に立つ時代となっていたが、孫権は、彼らの取りまとめと、再び主前を、大正しに任命した。陸村が245年に亡くなると、主前だけが、かつての後進の生き残りとなり、孫権はますます主前を厚遇するようになった。しかし、趣旨かもまもなく、病に倒れることになり、二年間も病床につくことに、 なる孫権は、見舞いの品を送ったり、薬や医者を派遣した。孫権の修繕に対する心遣いは、かつての両盲や両頭に対するそれに次ぐほどであった。病床にあっても職務は遂行しており、248年に、公領に城壁を強化っている。249年、病死した。孫権は模服をつけ心を込めて、泣き霊を行った。 この主イサオが後を継いだ。身の丈は七尺に満たないが、はっきりとした性格であり、貧困はまさしく潔白で、装飾は軍旗にのみ施し、その他は全て質素であった。急場にも肝が据わっていることは囚人に及ぶものなく、旅網にも短種あまりあると評されている。常に戦場にあり、平時も戦の備えを怠らない。 敵を惑わすのが得意ので、出撃の度に、必ず戦果があった。陳寿は、主官と並んで優劣な将として名高いと評している。儀からは、主前は、呉の行将と呼ばれる。小説、三国支援儀では、関羽討伐戦の時に初登場し、藩将と共に、関羽を捕獲した。続く医療の戦いの時には、孫官と共に、迎撃の任務を与えられ、 水軍を率いて、水路を守る。しかし、孫官が陸で大敗したため、水上に釘付けになってしまい、援軍を要求せざるを得なくなる。陸村が劉備を敗走させると、諸将と共に劉備軍に追撃をかけるが、主繕は、生徒から劉備の救援に来た長雲に切られてしまう。主繕母、母室、2012年5月1984年6月に、 安気商場安山市の山区、山郷の宝石工場の建設予定地で主前の墓が発見された。洞窟にあっていたものの、副装品が多数発掘されている。とりわけサシとエツが同時に出土したことによりこれらが同時代に異なる用途で併用されていたと判明するなど、呉の文化を知る上で貴重な発見とされている。また1995年には新たに墓室が、 発掘された。こちらは、朱伊佐のものと見られている。1986年、朱善の墓は、省の重点分物保護単位に認定され、朱善路という道路が引かれるなど、周辺は保護整備されている。

8A パーアッセント98古州クレ京瀬氏族不以前両毛の病が熱くなった時孫健が問うたそなたがもし立ち上がれなくなったら誰が変わることができようか両毛はこう答えた主善は単が大きく節操を守っているので具禅によるならば彼に任せることができますこれにより両毛が死ぬと孫健は主善に不死を授けて香領を陳述させた 健康実録、三国史、義書、五書には、二人が交戦したという記述はない。芝居が、主善を破ったという記述もない。当庁、新女選定期が引く漢方を、新期には、第四次北伐で、芝居は、諸葛亮を追撃して大いに破ると、同様に、芝居は主善を追撃して、大いに破った、書かれているが、当庁、新女の正確性については、 批判的な評価が多い。また、新女では、数度暮れとの戦いで、暮れに敗れて、芝居、芝市、芝明が屈辱を受けた、書かれている。平京暮れ氏主善伝。赤カラス5年のこととあるが、廃、はい、少支中で指摘されている通りかの義六年のことだと思われる。また孫左官には、芝居は主善を退けたが、義軍が、主善に破られた。 義と語がそれぞれ自国に都合のいいように記録したからであろうかと述べている。一方、三国志向省、半眉の言い分は242年は語義赤ガラス5年のこととあるが、通り赤ガラス4年のことだと思われるというのが正しいとしている。半眉が資料の浅い配唱誌を厳しく批判している。住民の処置について、 曹操は逃げてきた住民を返すように主張し、芝居はこれに反対した。関心春秋、新規、クレシュデン、太平五乱医療の戦いは222年のことで、あるため、史実より27年も早く没しているという設定になる。ありがとうございます。